大変申し訳ないけれども、その辺の見識が大臣の答弁に感じられないんですよ。ですから少なくとも、この委員会は地方行政のプロが揃ってるわけですから、ちょっとどういうお考えなのかを言っていただきたい。それは大臣と局長に伺いますよ。はい、川田総務大臣。この都構想の中身はわからないというのは申し上げた通りですが、課題としてはですね、おっしゃるように、要するに、その権限、消防や、あるいは、上下水道、あるいは都市計画等は、今、東京都は都がやってますけど、これを実際はどういうふうにしていくのかという権限の分担の問題、あるいは、財政調整機能をどうするのか、それから、区域ですね、今言われたように、どういうふうに区割りをして人口も含めてやっていくのか、それと議会が、これ大阪の市議が86名、堺市議が52名、合計で138人おられますが、東京の23区の区議会議員は911人ということで、この区長と 議会を作って構成するということが、ということで、どういうふうにその権限を持っていくのかというふうな、これから整理していく議論はたくさんあります。そういう中で、今一方で大都市問題ということで、大都市なのに人口が減っている、あるいは中でのいろんな格差が出てきている、それから地域のコミュニティが随分昔から比べたら劣化しているという等々の地域社会のあり方、行政サービスの受け方に市民との距離が遠いんではないかといろんな課題が出ていることは事実です。ですから、こう私は今この大阪都の問題で、具体にこういう法律がいるとかで言うとか言うのにはまだ少し、全体像、あの人たちが思ってこうしたいと思っておられる姿が、まだまだよく煮詰まっていくまでには段階がいるのではないかと思いますが、一方でそういう今回のことを提起として、先ほども冒頭で申し上げましたように、第30の地方制度調査会ではですね、今地方議会のあり方について ご議論をいただいていますが、我々が答申した中のテーマの一つに大都市問題がありますので、これはしっかりとそこで議論をしていただきたいと思っております。久本自治行政局長。特構想に、大阪都構想につきましての、基本的な考え方は先ほどから川端大臣から答弁がなされているところでありますので、そういう方針に沿って私どもは事務的に作業を進めてまいりますが、今大臣のご答弁にもありましたように、第30次地方制度調査会におきましては 大都市制度についての議論になるわけです。そこではこれまでの地方制度調査会の答申も踏まえながら、新しい観点からの議論も進められると思います。その中にはこれまでのその特制度をどう評価するのか、それは戦前にも、この先ほど片山委員から経緯のご指摘もありましたように、戦前からのいろんな沿革もあるわけでありますし、また戦後の指定都市制度が設けられた、これも特別地から発生したさまざまな議論もありますので、そういう歴史的な経緯、また現在の社会経済状況の中で、大都市制度というものをどう考えるのか、さらには、諸外国におきましても、さまざまな大都市制度の検討が行われてきておりますので、そんなことをしっかりと資料として準備をしていくというのが、私ども事務方の役割かというふうに考えております。片山さつき君。最後に一番寛容なラスト、バッドナットリーストというやつですけれども、問題なんですが、曽祖父の古文書をひも解いても、揉めた原因は全部財源なんですよ。すべて予算人員関係ですよ。ですから先ほど総務大臣がご指摘になっていた、今の都構想でいくと、実は市議会議員は増えてしまう可能性が多いというのは非常にグッドポイントで、それは市民は知っているのかなと、確かに代表は増えるんですけど、にもかかわらず両市の市議会議員は反対してましたけどね、確かにあれだけの市ですから、区割りにして全部選んで、たくさんの区議会議員ができて、すぐに物が頼めるようになるのはいいのかもしれないけれども、それは徹底的な上からの統一や行政のスリムダウンには明らかに逆行するので、そこをどっちを向いているのかは早く都構想の主催者に聞かなきゃいけないですよね。で、それに加えて問題は、東京都は構造的に黒字になるんですよ。本店を持ってこざるを得ない首都だから。ところが大阪はこの20年間本店がどんどんなくなっちゃって、それを補助金とかで持ってきたいと言ってるんですが、それはあらゆることをやってもダメだったんですね。お金の問題ではなくて首都じゃないから。で、それで考えて、
大阪府、大阪市、堺市の今の自主財源比率は、大阪府も大阪市も6割なんですよ。で、これ私、大阪市はもうちょっといいかと思ったら非常にショックでした。堺市は、49%。しかも大阪府、大阪市とも貸し付けの、こう、つまり、ロンダリングじゃないですけど、貸し付けが多いですから、それを除いちゃうと、4割、あるいは 46% ですよ。まあ、この状況で、まあ、大幅な合理化により財源を作るということがどういうことかというと、まあ、大阪府にいる職員というのは、ほとんどが学校の先生と警察です。除いたら1万人いません。まあ、それは、まあ、府知事時代に、現市長が切ったといっても、それほど順延してませんが、じゃあ、何か減らそうと思ったら、大阪市の公営企業等会計にいる1万4千人とか、一般行政の1万7千人、これを、ダダ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 ッとしない限りは、まあ、一番人件費が大きいですからね、無理なんですよね。ですから、都として実力を持ってやっていくんであれば、まあ、ある程度、恒常的に不交付団体になるぐらいのことでないと、今申し上げたようなことはできないんですよ。つまり、都としての権限を持ち、かつ、3割か4割交付税と補助金をもらい続けるという、そういうことっていうのは、制度上財政的にあるのかないのかということがありますし、それを仮にやるんだったら、並大抵のリストラにはならないと思いますが、そこは大臣、ご最後の質問ですけど、どのように見ておられますか。川端総務大臣。先ほど申し上げましたように、この構想の中で、まあ、詳細は分かっていないわけですけど、報道されている分で言うと、今言われたように、財政調整機能と、それから、まあ、議会のあり方等々、いわゆる、大変難しいお金がいるという問題と、それから、今、交付団体であるという部分が、東京都とは全く違う状況の中での調整機能をどうするかというのが、これからの一番大きな論点の一つであることは間違いないというふうに思います。それで、まあ、交付団体、不交付団体というのは、まあ、計算によるものでありますから、これを今、交付団体、不交付団体するのにどれぐらい人を減らさないかんかとかいう計算はなかなか難しいんですけども、実質的に、これを本当に調整していくときの大きな、先生ご指摘のように大変大きな難しい課題であることは十分に認識をしております。片山さつき君。これらの、まあ、その、大々的な抜本改革、抜本改定的な、憲法にも及ぶ議論を、この問題は持っておりますので、早急に、まあ、参考人として来ていただくなり、訴状に挙げて、論点を洗い出していくべきではないかと思います。以上です。どうもありがとうございました。